ようこそ天魔荘へ。いやこれ間違うか。はじめまして、私があなたのお姉ちゃんよ。いやこれはないな。ねえ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 、私うまく笑えるかな。何やってんの。え、あ、その笑顔の練習。何それ。あ、それより看護業界のいちこさんから連絡あって、もうすぐ連れてくるって。え、もう。いや、ちょっと、私まだ心の準備が。いいか、早くてもう着くよ。もう来るんだよ。知らん。大体そんな気合い入れてやるようなことか。いやー、これはいい張りしてるわ。おかみ、言われた通り気がいいの全部持ってきたよ。うん、いい感じ。料理長、あとはよろしくお願いします。花行くよ。はい。なんで、誰かVIPでも来んの。ちょっと複雑な事情があってね。後で話す。ちょっと待ってよ。お金らしくないよ。もう少し落ち着いて。いや、あんたこそこのシチュエーションでよくそんな落ち着いてとか言えるわよ。なるようにしかならないよ。お姉ちゃん、じゃなかった。のぞみおかみ、堂々とね。いざ。いざ。そうで魂の疲れを癒して肉体に戻るか、そのまま天界へ旅立つのか決めたらいいわ。あ、じゃあバイト先に連絡しないと。この世界から現世のアクセスはできないわ。この世界、地上と天界の間にある町、三ツ瀬。いつ愛する人を失うかもわからない、そんな世界で生きて何になるんですか。美しき世界、美しき世界、もう泣かないで、心の中天魔荘の三姉妹。
して